ボール、フォア。ワンアウトランナー一二塁。打席には参考エース天久光成。流れ的には一気に崩したいとこだけど、近いところで一つずつ行こう。振らなきゃ当たんねえよな。前の打席もストレートに振り遅れていた。レフト行き前進。二塁ランナーホームイン。続いて一塁ランナーも一気にホームへ。逆転、シャー、よーっと終わったこと、切り替えろ。勇気は責められないな。大丈夫です。むしろエースとしての責任感が増しているように見える。その高い意識が今の不安定さに結びついているとしたら、もっと上を見てるんだろう。今日は全く自分のピッチングができてない。エースの自覚、探求心、周囲の期待、背負ったものの大きさ。お前も今その間際に立っているんだな。これ以上の失点は試合が決まりかねませんよ。ボール、フォア。みゆき、ここで制動ベンチが動く。ピッチャー古谷君に代わり沢村君。やっぱり今日の状態じゃ一台には通用しなかったな。これも大きな経験、無駄にするなよ。ここで止めよう。頼むよ沢村。どうだ、マウンド周りの空気全部吸い上げとけ。出た、この場面でも初球だね。求めているのは全球勝負できる球。初球アウトローにフォーシームナンバーフォー。フェイク。すごい、この場面で自分のピッチングができてるよ。来るか、チェンジアップ。インコースストレート、見逃し三振。見逃し、4番星田にストレート三球勝負。3つともほぼ構えたところに。これでツーアウト満塁。内野は元の守備位置に戻ります。ツーアウト、沢村いけ。トリック。4番5番を連続三振。マジかよ、すごい、すごいよ沢村先輩。俺にしても系統の早かった片岡監督がここまで引っ張ると。ハイスピーだこの野郎。エイジン君ナイスボレー。一番難しい場面での登板だったはずなのに、こいつを。お前に助けられた、すまん。よく抑えてくれた。まだまだ試合はこれからっすよボス。ああ驚いた。正直 2,3 点は覚悟してたよ。ベンチが一気に明るくなったな。秋田で見た試合もそうだったけど。謝るなよ。おいおい、何してんだあいつ。ランナーいねえぞ。くそ、なんだこれ。これが背番号の違い。エースはそこまで信じてもらえるのかよ。すかさず二塁へ。先頭の沢村ツーベース、うん、なぜか自分のスタンドから驚きの声が。カシカシ空振り。危ない、キャッチャーさすがの肩。思い通り攻められるのは気分良くねえんだ。ここもスライダー。これでカウントを2ストライク。セカンドランナー2塁から動けず。
ワンアウトランナー二塁。ここから制動、上位打線に。目つき悪いのが。初球インコースパー。ストライクバッター。もう7回。スコアは5対2。程度のピッチャーは沢村です。まだ3球だぞ。守備うめえ。まっすぐ。マノはまっすら。カット、手元で変化したよな。なんだこいつの球、掴みきれねえ。チェンジアップ引っ掛けた。ナイスボール、エイジェン君。ナイスボール、沢村。よっしゃ沢村。すごいよな今日の沢村。気迫もそうだけど、ピッチング内容がいついかなる場面で登板してもベストなピッチングを。明日の決勝、誰も諦めていないから。機械表、青道高校の攻撃。これもボール、外れた。見逃し三振。ツーアウト。グレイト、決めましょう天下先輩。空振り三振。この夏台風の目になるんじゃねえか。とか降るやな。選抜と別人すぎる。でも沢村良かったじゃん。今日は先発でもいけただろう。つか打線も今の状態で稲実に勝てんの。今日は客が多いですし、スタンドにいたものは先に返した方がいいかも。主要メンバーは残って次の試合を見ておいた方がいい。運びましょうか。いや、いい。ちょっと待った、ここで会えてよかったよ。お前に聞きたいことがあったんだ。打席で見たやつがボールが消えたって言っててさ。俺たち